一人ラーメンってします、はい、よくしますよ僕は。そうですね、はい、あの私もシュルンするんですけど、シュルンですね、シュルンですけど、シュルンですね、はい、あのねこの間も一人ラーメンしに行きまして、はい、でそのお店が一人でも結構行きやすいようにってこう壁がねちっちゃくついてくれるラーメン屋さんだったんですよ。最近たまにありますよね。そうそうそう。で、まあね、どうしても、まあ、できれば友達とかと行く方が楽しいかもしれないけど、うん、どうしてもラーメン食べたい時あるじゃないですか。ありますね。で、こう行ったら2階のお店だったんですけど、うん、前にお兄さんがいたんですよ。で、一人で、うん、で、あの上に行ったら何人か並んでて、うん、で、まあ並んで1人あ順番待ちが、そう、順番待ちで待ってます、はいはいはい、で、そしたら前が多分ね、2人いっぺんに空いたんですよ、はいはいはい、一緒に来てた人か何かで、うん、で、隣同士の席が空きまして、はい、そこに2人とも案内、お一人様どうぞ、お一人様どうぞって言って案内されたんですけど、あよくある光景ですね、はいはいはい、ちょっと並んでる時から嫌な予感がしまして、嫌な予感、はい、何がですか。あのね、私ネイビーのコートを着てて、はいはい、お兄さんもネイビーのコート、ネイビーかぶり、まあね、あのそう、かぶってるのだ、コートかぶってるってちょっと恥ずかしい、ちょっとコートかぶっ、ね、ちょっとこっぱずかしいですよね。そうそうそう、まあだからデザインとかも大体同じようなチェスターコートで、あーで、まあで、ジーンズもね、多分履いてる感じだったんですよ、はい、私もその時ジーンズ、スニーカー、あら、あら、はい、で、まあ中入ります、はい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 、で、2人席が、2人席っていうかこう、2人組が空いたから隣同士で案内されたんですね、けどまあ仕切りがあるわけですからね。そう、ちっちゃく仕切りがあります、はい、でもまあ同じタイミングで入って、はい、同じタイミングでコートを脱ぎ、ね、コートほぼ一緒、一緒、ほぼ一緒、ジーンズ、まあ同じような色、うんうんうん、で、スニーカー履いてます、履いてます、コート脱ぎました、お、ほぼ一緒のような白のニット、おや、お揃い、仲良しやん。もうさ、お兄さんも多分ちょっとチラ見してるんだけど、うん、気まずい気まずい、もうね、うん、嫌ですね、 ね知らん人と一緒の服やし、なんか周りから見たら絶対連れやと思われるし、そうそうそう、一緒にお揃いのねコーディネートで来たのかなって思われそうだけど、知らない人なんですっていうね、わざわざ言われへんし、それもそうで、まあ案内されて、まあほぼ一緒のタイミングでラーメンを頼むじゃないですか。そうですね、ほぼ一緒に出てきて、はい、で、私もそんな食べるの早くも遅くもないし、はい、ほぼ一緒のタイミングで食べ終わり、はい、ほぼ一緒のタイミングでコートを着て、はい、一緒に店を出るっていうなかなか、もうすごいタイミング、これはもう運命かなっていうぐらい ね、それね、デートですね間違いない。いやもうちょっとお兄さんね、お話すればよかった、全然話さなかったけど、ね、多分お兄さんもちょっとね、こいつ全部一緒のタイミングだなって思ってくれてたかな。絶対思ってますよ、ね、まあ、だからお兄さんもどこかで楽しくお話ししてくれればと思いますけど、今みたいな感じで ね、まあ、ちょっと聞いてやっつってそうなってればいいですけど、はい、うん、はい、それでは今日も元気にお届けしたいと思います、はい、今日のお相手はトイステージのゆいとガクト総一です。それではトイステージラジオスタートでーす。今日のフリートークは翔一さんお願いします。はい、いやもう3月でね、暖かくなってきたらそろそろ季節ですよ ね、何の季節でしょう、なの何の季節か分かりませんか。お花見とか、お花見とか、ね、そろそろもう ね、咲き始めましたよ。遠足、遠足もありますけどね、外でね、うんうん、ご飯食べるのね、美味しいですもん ね、 いいよね、このね、まあね、その外でね、はいはい、ご飯食べてると特に来るのが花粉ですよ。花粉あま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 あ、ね、もう3月ですもんね、マスクしてる人もね最近多いからね、多くなりましたよね、うんうん、もうね花粉症私いつもひどいんですけどね。あ、そうなんですか。で毎年毎年ね、ひどくなる前に対策しよう、うん、対策しようと思いつつも忘れちゃうんですけど、今年は、はい、早いうちから対策取っときました。おお、どんな対策でしょうか。まあね、早いうちからもう僕もう薬飲んどいて、あ、薬ですね、もう処方してもらった薬飲んどいて、もう今の時期は全然まだ来てないですよ、うんうん、あ、そうなんですか。え、だいたいどれぐらい前からしてはるんですか。もうね、もう今年入ってぐらいから。
今年入って、もう1月から1月ぐらいからも、でもね、そう、花粉が来る前から飲んどくといいらしいって聞いたことある。そうらしいんですよ、なんかなんかこうね、耐性が溜まってくのかな、なんか私よくあんまり飲んだことないからわかんないけど、俺もないですね。来てからだと、まあその時はいいんだけども、また切れたらすぐ痒くなる、目が痒くなるとかあるんだけど、けどよくなんか薬飲む人、よく切れるからまた目痒くなってるって聞くんで、僕毎年それなんですよ。なんだけども、今年はもうだから前から言われてたのを、前から前から飲んでたら、飲め飲めって言うと、結構そのシーズンは持てる、持つ、保てる。あ、もう体が、もうそういう体になるんですね。なんで今年はね、ちょっと薬切れても鼻水出ないようにね、なってるんじゃないかなと思うんですよね。お二人はどうですか、花粉症は。私はね、多分去年、一昨年ぐらいからちょっと、あ、ちょっとひどい日だけ、すごい今日花粉多いよっていう日だけちょっと薬飲んだりとかはしてるけど、まあでもそれだけど、花粉症になっちゃってる、ね、そうですね。あ、もうデビューしてるんですね、今一応。あ、なるほど。ガクンは、いや、ほぐっちゃった仲良しかガクンは、ガクンは、ね、あの若干ね、この季節になると目が痒くなったりとか、鼻水出たりとかするんですけど、いや、ただ花粉症ではない。あ、もう花粉症だね、それはね。いや、目痒くなって、ちゃうんです、ちゃうんです、この時期になる結構ね、お掃除するんですよ。あ、はい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 、掃除するから、それですわ、すね、それなんです。お掃除して、して、うん、なんかこう換気とかは、それまだ開けますよね、開けますよね、うんうん、そしたらやっぱ花粉って入ってきますよね。ですけどまあそうすると目が痒くなってきますね。ちゃいますよ、埃ですよ。花粉やったらね、もっともっとひどくなるわけですからね。いや、でもほら、初期の人と、あと目に来る人と、はい、鼻に来る人とかね、いろいろ症状ありますから ね、まあ、いろいろ、なるほど。ガクンは目のパターンかな、これは、うん、いや、ま、ではないと信じてるよ。まあでも諦めは肝心かな、うん、なんかさ、一応さ、一応こう、うん、はいはい、花粉に何が効くよとかいう食べ物とかあったりするじゃん、言われてるやつとか、そういうのちょっと一回試して、それでちょっと症状収まったら一回教えてよ、うん、そうですね、じゃあそしたら今度、うん、その話を調べて、そうね、はい、花粉症で、花粉症だよって教えてあげるからもう一回ね、はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、花粉にも負けずに頑張っていきたいと思います。それでは今日のテーマに行ってみたいと思います。今日のテーマは抜き打ち。はい、ということで今日は抜き打ち行きたいと思います。いやね、もうこの間の発表から今までね、めっちゃドキドキしてるんですよ、うん、ね、何来るかなってね、何来るかな、分からないのがね、本当にもうめっちゃ怖い。そんなドキドキしてたと思うんですけど、はい、今までやった企画をこう、はい、ちょこちょこいろんなことをやっていきたいと思います。いろいろ、はい、いろいろ、なんでギュッと押し込んで、うん、はい、あの得意だったやつもあるかもしれないし、苦手だったのもあるかもしれない。はい、じゃあ最初は、はい、二文字しりとり。二文字しりとり、 ありましたね、はい、覚えてる。あ、学区はやってないかもしれない。あ、やってないですね。例えば、はい、元旦って言われたら、うん、次の人が単純っていう風に後ろの二文字を取って次のしりとりをしていきます。二文字で、そうそう、まあ、基本だから四文字で行こうかな。四文字のお尻二文字をつなぎ合わせていくという、はい、ちっちゃい文字もありね。あ、なるほどなるほど、はい、ちっちゃいやゆよとかもありです。はい、で、ただあの食パンパンダんだってなるじゃん。その、そういう場合はパンダを出した次につなげられないものを出した人がブブーということで、次につなげられない2文字はダメってことですね。そうです、わかりました。はい、じゃあどんどん行ってみましょうか、はい、行きますか、はい、じゃあ今並んでる順番、私、がっくん、翔一さんの順番で行ってみたいと思います。はい、はい、二文字しりとり行きますよ。最初は断然。ドン。全体。ドンドン。体操。トントン。そうかい。トントン。か、かい。3。海賊。2。トントン。族柄。トントン。ガラガラ。トントン。ガラ、ガラが続いたね。ガラ。3。ガラ。2。1。ガラクタ。お。トントン。クタ、クタ、クタ。くた、くたくた、トントントン、 トントン。くたくたはさぁ、翔一さんじゃないこれ。だってガラ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 言うたら、ガラガラの服とか言わない。ガラガラ、 あれ、はい、ガラガラ、ガラガラ、あげちゃんのガラガラ。オッケー、ガラガラの服。あのね、あの今ポケツ掘りましたよ、ね、あのガラガラの服がオッケーやったらくたくたの服もオッケーになりますよ。あー、もうじゃあ、はい、次次次の問題いきましょう。はい、はい、次は、はい、いきますよ、また同じ順番でいきます。はい、
完全トントン全三全二一全体言ったか、まあ、さっき言ったけど、まあ、ペペーということではい2問目終了するの早かったな。はい、3問目行ってみましょうか。はい、はいはい、回転トントン転職トントン食パントントンパーンおんパン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 食いトントン食い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 ん食い三クイックくあーあーつくねつくそうつくつくトントンつくつくだにトントンいやそれは出ないわダニはねダニはね、うん、ダニなんかあるあるかなダニダニダニじゃあ次最後最後、はいはいはい、新しいのいきましょうはい、はい、郵便トントン便箋トントン先生トントン生活トントン活力トントン緑黄色野菜4文字ですよ4文字だよね漢字4文字だけど5秒5秒待ちます5、4、3、2、1あダメ出てこない緑てっぺーいやーなんかねだんだんさ、1回目よりさ、スピードが上がったじゃん。あれちょっとドキドキしたよね。もうどんどん、あれ早くなってく、早くなってくって。あとね、これ私前回の時も多分そうだったんだけど、翔一さんの後ってなかなかドキドキするよ。ね、思ってもないことが結構来るからね。確かに。そう、結構びっくりしました。そんなキラーパス？次のお題いきましょう。はい、さあじゃあ次は、はい、かぶっちゃやーよ。かぶっちゃやーよ。はい、覚えてますか、はい、これは、はい、ね、例えば赤いものといえばって言ったらせーので答えてもらって、はい、いい答えてくれてもいいんだけどリンゴそうそうそうでそれが被らないように、はい、あ同じ答えにならないように、うん、そう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 だから例えば今みたいに赤いのリンゴみたいなもうドストレートの出しちゃうと被っちゃうかもしれないのでかぶりやすくなるからはいなので被らなそうだけど分かりやすいやつはい、一瞬で、一瞬で考えてね一瞬で考え、はい、考える時間ないっていうのは怖いですね、うんうん、そう、もうどんどんね、行きますからね、はい、もうどんどん、はい、行きましょうかはい、じゃあ行きますよ、はい、黄色い花といえば黄色い花せーのひまわりあー、かぶった早速かぶっちゃいましたね、はい、翔一さんがひまわり私もひまわりだったガックンが俺、タンポポだあー、ということでガックンが OK やった僕らそうなんですよやったまず次々、はい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 大きな山といえば、せーの、阿蘇山山脈。もう一回もう一回もう一回。もう一回もう一回。はい、翔一さんから。エベレスト。はい。ヒマラヤ山脈。私ね、阿蘇山。阿蘇山大きいですか？え、だって違う。富士山が来ると思うと日本で出てきちゃってさ。俺もね、富士山が松本君だから。富士山を避けようと思って出てきたのが阿蘇山。そう多分けどみんな富士山に避けてるやろうから、うん、ヒマラヤ山脈もどうかなと思いながらヒマラヤ山脈って言ってんけど。うん、まあまあでも被りはしなかった。これクリアってことですね。クリアですね。はい、次いきますよ、はい。小麦粉で作るものといえば、せーの、パスタ。お好み焼き。私パスタ？うどん。お好み焼き。ガックンがお好み焼きで来るかなと思ったんだけど、だからあえて避けてくるかなと思って、お好み焼きは。なるほどね、うん、いや。このみんなの読み合いですよ。読み合いですね。うんうんうん、小麦粉でお好み焼きとかが出てこなかったことに対しては何かコメントはございますか？大阪の皆さんごめんなさい。はい次行きます。じゃあ焼き丸々といえば。焼き丸々。せーの、焼き鳥。おお、これバラバラだった。私焼き海苔。はい。焼き菓子。はい。焼き芋。ああ。焼きリンゴとか来るかなって思ったんだよね。焼きリンゴ。焼きリンゴ。ああ、ありますあります。あ、この二人じゃ焼きリンゴは出ないか。出ねえわ。出ないよね。でも。はい、次行くよ。出てこない。次行くよ。白い飲み物といえば。白い飲み物。せーの。カルピス。あれ？牛乳。牛乳。カルピス。やっぱ白いのは牛乳ですよ、ね。どっちかかなって感じだよね。うそうですね。体にピースか。体にピースか。はい、じゃあ次の行くよ、はい。
海の動物といえば、せーの、イルカ。イルカ。クジラ。シャチ。おお、ばらけたばらけた、セーフ。私も今正一さんと被ったと思った、ね、俺も被ったと思ってた。ねえ、うん、もうこれはセーフです。はい、はい、じゃあ次いきますよ。青魚といえば、青魚、せーの、サンマ。あー、こっち取ったか。サンマ、サンマ、美味しいよね。俺もサンマですわ、うん、はい、正一さんは、イワシ。あー、青魚って他何があったっけ。そう、青魚が、あ、サバかー、あったな。小肌、小肌、うん、今ね、お寿司屋さんだわ。はい、次行くよ、次。はい、はい、折り紙で作るものといえば、せーの、チューリップ。おお、チューリップ、フクロウ、みかん。あー、みかんね、それずるいよ、もう、ね、なんかもう自分のネタみたいにするのダメだよ、ずるいよ。まあ実際俺もこの間作ったやつなんですけどね。まあね、我々作ったやつですね。いや、ツルで来るなと思ったんだよね。あー、折り鶴ね。そうそうそう、まあでもこの間やったから ね余計にそうなりました ね、はい、さあ、いい感じですね、はい、じゃあ続きは後半にしましょうか。はい、どんどんいろんなの出ますからね、はい、続きは後半でした。今日のテーマはなんだろうな。ドキドキワクワク楽しみだ。さあ、前半は2つのテーマをいきましたが、はい、後半もどんどんいきたいと思います、はいはい、まず後半の最初は早口言葉です。おー、さあ、で、これ正一さん得意なんだもんね。そうですよね。おお、ね、まあ、何度か披露してくれてますもんね。任せてくださいよ、ね、お正月の時も言ってましたね、はい、ね、任せてくださいよ、はい、じゃあこれ紙を回しますので、一人ずつ順番に一個ずつ、あ、一個ずつ順番にだから一個をみんなで言えばいいのかな。はい、じゃあいきますよ。私が言ったのを真似してください。復唱スタイルですね。そうです、そうです、はい、一回で覚えきれるかどうかの不安もちょっと残りますけどね。そこもありますよね、我々は、はい、でも私が、うん、あの定番の早口言葉で言ってますので。わかりました、わかりました、はい、いきますよ、はい、大きく口を開けて開けて、はい、はい、ね、か誰かが噛むまでどんどんいきますからね。わかりました、はい、はい、新春シャンソンショーせーの、新春サンでてくっくん、はい、もうワンチャンスどうぞ。ワンチャンくれます。せーの、新春シャンソンショー。はい、せーの、新春シャンソンショー。オーケー、じゃあ次いきます。はい、せーの、東京特許許可局。あれ、せーの、ちょっと待って、今ちょっと待って、ちょっとシンキングタイム。今のちょっと待って、やばいんじゃないですか。2人とも指差しながらマイクから離れてこっちまで来るのやめてもらっていいですか。マイクからは離れずにお願いします。はい、はい、意義がある人、はい、はい、もう一回聞かせてもらってもいいですか。もう一回行きましょう、はい、せーの、東京特許許可局。せーの、東京特許許可局。ガクン、決まりますね。ちょっともう一回いいですか。はい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 、はい、東京特許許可局。おー、せーの、東京特許許可局。難しいんですって。もう一回、ちょっともうワンチャンス。せーの、東京特許許可局。セーフ？アウトー。アウトー。はい、次行きますよ。はい。カエルピョコピョコミピョコピョコ。せーの。カエルピョコピョコミピョコピョコ。せーの。せーの。カエルピョコピョコミピョコピョコ。オッケー。みんなオッケー？かな？オッケーでしょ？オッケーじゃないかな？翔一さんどうして早口言葉言うとき目つぶるのかな？はい、最後いきます、最後。これ3回言おうかな？3回？はい。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。せーの。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。うん？せーの。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。待って待って、あのね、私ちょっとガックも疑問がある。いや言えてましたよ、今の。なんか2回目か、なんかちょっともう酔ってしなかった。いやもうせっかくだからもう1回3人で言いませんか。3人で順番ずつ。はい、オッケー。せーの、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。せーの、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。
せーの、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、勝利さんアウト。炙りカルビ、最後惜しかった、あとちょっとだった、カルブビビ。さあ、じゃあまあこの早口言葉はカミカミな感じで、はい、ね、でもまあ前よりはちょっと上達したような、まあでも簡単になってるかな、ね、かな、まあ、いやまあね、でもさ、イントネーションとかさ、うん、あれだとさ、ちょっと難しくない？そうですね、うんうん、イントネーション違うと、うん、ガッくんとかさ、関西弁だからさ、そう、早口言葉とかは平気なの？でも早口言葉は、今の状況で言うのもあれですけど、平気ですよ。あー、どういう、他はどういう状況だったら平気？どういう状況だったら、うん、標準語でいけますみたいな。標準語全然いけますよ。ほう、え、なんかセリフとかだって全然出ない？セリフとかでも、うん、セリフとかでも逆にセリフとかは、うん、標準語の方がよう出ますね。ということで、ということで、はい、以前ね、お芝居だと標準語で話せますよって言っていました。ガッくんへの課題。そんな聞いてへん、はい、お芝居でもよく上演される下の文章を標準語で読んでくださいということで、今紙を、台本を渡しますので、皆さんお楽しみに。え、ちょっと待って、どんな台本なのか楽しみですね。ちょっと、はい、みんなね、よく知ってるお話ですね。銀河鉄道の夜からガッくんがお話ししてくれますので。銀河鉄道の夜、いいですね。さあ、ガッくん、まあ、一瞬だけ読んでいいからね。一瞬だけ、はい、一通りメイトをして、一通りメイトさせてもらっていいですか、うんうんうん、あ、でも有名ですよね、銀河鉄道の夜。うんうん、でもあのさ、それよりさ、はい、早口言葉よ。はい、なんですか。いや、そんな噛みましたっけ。前もやりましたよね、だって。お正月の時、新春シャンソンショーをやりましたね、うんうん、あ、でもそれは言えるんですよね。あれは多分練習してたからなるほど。炙りカルビがね、でも炙りカルビも前やりましたよ。前やりましたっけ、これ。うん、やったやった。炙りカルビね、うん、前も言えてなかったんじゃないかな、じゃあ。そうするとこれ、なるほどね、炙りカルビ、連続でね。うん、そろそろガックン一通り目を通せたと思いますので、行けますかね、そろそろ。OK ですか、ガックン。これ別に早口言葉じゃないんだよね。そうです、ただ標準語でいつも通り読んでくれれば、読めばいいだけですよね。はい、じゃあ皆さん、はい、静かに耳を澄ましてください。はい、どうぞ。ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返ってジョバンニを見てクスッと笑いました。ジョバンニはもうドギマギして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう。やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカムパネルラの方へ向けて、ではカムパネルラさんと名指ししました。そこ続けて。するとあんなに元気を手を挙げたカムパネルラが、やはりもじもじ立ち上ったまま、やはり答えが出ませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカムパネルラ先生は意外なようにしばらくじっとカムパネルラを見ていましたが、急いで、ではよしと言いながら自分で製図を指しました。はい、はい、カムパネルラ、ごめんね、ガクじゃあごめん、関西弁でカムパネルラ、カムパネルラってどういう風に言うのかな。カムパネルラを関西弁だって、標準語にすると難しかったんだよね、多分ね。カムパネルラがね、すごい難しそうだったんでね。カムパネルラってただただ言いにくいだけですよもうね、こらえられなかった。僕らね、一生懸命、うん、そう、この辺を止めながら途中で、そう、ちょっとね、どうしても漏れちゃうんですよね。ごめんね、ガン君。カムパネルラ、言うてみーや。カムパネルラ、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 じゃあ翔一さん、カムパネルラ、カムパネルラ、カムパネルラ、うん、翔一さんめっちゃ上手くない？ほんまやね、まあ、でも他お話は標準語だったよね。でしょ、お話標準語でしょ、うん、ただ、まあ、みんなもちょっと聞いてて分かったかもしれないですけど、常に半笑いガン君もうね、もうこれ見た瞬間にカムパネルラがもう何しようかなと思ってドキドキするんですよ、カムパネルラが近づいてくるたんびにカムパネルラがどんどんこっちに来るのがね、もうね、私これスタッフさんからお題もらった時にもう楽しみでしょうがなかったもうね、めっちゃ余裕をかましてるんでね、ガックンね。まあでも標準語は結構クリアな感じ、うん、でしょ、そこはもう全然本当になかったでしょ、標準語でした、はい、じゃあまた次回はもうちょっと難易度を上げて挑戦してみたいと思います以上、抜き打ちでした。
トイステージラジオ。はい、1回の放送で何個もテーマ入れるのどうでした？いやーもう頭がねついていかないですね。ガク君はね、最後の最後に大物が来たからね。まさかね。来ましたね、ガク君にはね。個人に対して来ると思って。いやー、だってほら、お正月の時には翔一さんにね、一、はい、人長い早口言葉言ってもらったりとか。あれこそ抜き打ちでしたよね。本当に。ねえ、ガク君、なんか反省点とかは。あのですね、やっぱりカムパネルラですね。はい、カムパネルラね。まだ言ってないですよ。でもカムパネルラっていう人が多いのかな。そうなんですね。うん。まあでもね、あれはちょっとね。カムパネルラね。カムパネルラ、カムパネルラで参加。今回どうぞ、せーの。カンパネルラ、カンパネルラ、カンパネルラ。すごい、すごいドヤ顔でこっちから目を離さない。今すんごい置きに行きましたけど、ね。はい。いやまあね、そんな感じで他もね、一回やったテーマだからやりやすくはあるんだけど、相変わらず同じところで突っかかっちゃったりとか、早口言葉もね。もうね、二文字しりとりの止まりをね。ああ、かっくんねやってなかったりしたもんね。はい、そうね、頑張ってかった。はい、いやでもね、そう、2文字、2文字しりとりも、はい、次の人に渡しやすいお題とかがさ、それが難しいですよ。なかなかすっと思いつかないですよね。自分がね、思いつくのでいっぱいいっぱいになって、はい、行ってみたはいいものの、もう 次の人がね、すごい難しい。まあ、僕がそれね、よくキラーパス投げるんですけどね。そうなんですよ。まあね、いろんなのありましたけど、はい、この他にもまだいろいろありますよね。そうですね、今までいろいろやった企画 で、 そうです、ねね、やってきましたもんね。気になってるのね、あると思うんですよ、はい、だから、まあ、今後もちょっといいか復習を ねしっかりしつつじゃないと、はいね、ちゃんと聞き直して今までのやつを、そうそうそう、復習して、はい、もうできるようにしてステップアップしていきたいと思います。はい、それではエンディングです。の予告です。次回のテーマは背中合わせ。イエーイ、背中合わせ、背中合わせです。ラジオでまんまで、えまんままんまで、そのまんまです。背中合わせでラジオを撮っていきたいと思います。背中合わせで喋るってことですか？そうなんですよ。いつもは、ね、向かい合ってマイクがあるの で、 あ、そうですね、顔を見ながらお話ししてるんですけど、今回はそれを全員背中合わせにして顔が見えない状態で。あ、そういうこと。はい、まあ、なぜかっていうと、はい、いつもねラジオ聞いてる皆さんにはこう表情とかね、お伝えできないじゃないですか、ね、顔が見えないので。そうですね。それでもきちんと伝わっているのかっていうのをお互いに再確認しようじゃないかっていうことで、背中合わせでお話ししていきたいと思います。なるほど。はい、お話し内容は、うん、最近話題の〇〇について。最近話題の、はい、なのでその話題のことはちょっと各自調べてきていただいて、はい、はい、みんなで背中合わせでお話ししていきたいと思います。今日も最後まで聞いて、聞いて、もう一回いきましょう。はい、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日のお相手はトイステージのゆいとガクと翔一でした。来週も絶対聞いてくださいね。せーの。